ちは、水玉発酵クラブの中山純子です。今日はどぶろくって皆さんご存知ですか？どぶろくっていうのは日本酒の原酒と言われているもので、米麹と蒸したお米と、お水を発酵させて、できる自家製の、日本酒お酒なんですけど、それをですねいろいろと今日は、飲み比べで味比べしてみようと思います。でここにずらっと並んでいるのが、全部仕込んだ時期と麹の種類が違います。これで味がどんな風に変わってくるかっていうのを今日は検証したいと思います。まずね、一番古いのがね、これが、去年2021年の11月に仕込んだものです。これはうちの父と一緒に仕込んだものですね、去年の秋だから、5ヶ月くらい経ってるのと、次に古いのがこれです。2月の半ばぐらいに仕込んだので、1ヶ月半ぐらいですかね。これはね、自家製の麹で仕込んだんだよね。で、これとこれはね、見えますか？下のこの麹とね、お米の部分と液体の部分とちょっと分離してきてますね。上澄みができてきてるんですけど、時間が経つとこういう風に上澄みができてきます。こっちなんかも結構透明、琥珀色になってます。で、これがですね、3月3日今月の初め頃に仕込んだので、今日が3月31だから28日経ってるので、4週間ぐらい、で麹がですね、千葉県の神崎町というところにある、有名な寺田本家さんの麹で仕込んだものです。それからこれが、3月6日、さっきのとあまり変わらないですね。3月6日に仕込んだ、もので、これは麹がまた違います。これも千葉県の神崎町なんですけど、神崎町にある鈴木麹店というところの麹で仕込みました。で、これも同じく3月6日に仕込みました。これは自家製の麹で仕込みました。でね、それぞれ全然味が違うので、ちょっと紹介したいと思いますけど、で、これは今回ちょっと参考に仕入れたんですけど、これはね、市販されてるどぶろくで、こういうのね、どむろくって書いてありますね、商品名が。で、どぶろくって普通お酒とかね、ビールを売るときに常温で販売するためにみんな火入れしたり、酵母菌を取り除いたりしちゃうんですけど、どぶろくもね、ほとんどが火入れして売ってるんですけど、これは唯一火入れをしていない、酵母菌がそのまま生きてるっていうどぶろくで、飲んだことないんですけど、ちょっと飲んでみたいなと思って今日初めて取り寄せてみました。どうでしょう、発泡するんですね、だからシュワッとなります。楽しみです。ではまず寺田本家の麹で仕込んだものから見ていきたいと思います。こんな感じですね、ちょっとシュワッとしてでしょ、
あ、シュワ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 。味はですね、甘くてフルーティーです。で、仕込んでから3週間ぐらいまではお酒を感じないんですけど、それを過ぎるとだんだんお酒を感じてきます。ちょっと感じてきました。同じく神崎町の鈴木麹店の麹で仕込んだものです。こっちもシュワシュワシュワ、はい、味は、うん、なんかね、こっちの方がフルーティーかな。うん、甘さは同じくらいかもしれない。3日しか仕込んだ日が変わらないので。では次、私の手作りの麹で仕込んだものですね。どうでしょう、シュワシュワしてますね。味を見てみますね。うん、甘みは少し、うん、弱いけど、なんかナチュラルな味がします自分で言うのもなんだけど、なんだろう、うん、スッと入ってくる感じ。ではでは、これも私の麹で仕込んだもので、プクって言いました。あ、プクプク言ってますね。うん、そうそう、2月の半ばだから1ヶ月半ぐらい経ちました。で、こういう風に、うん、上が、ね、液体が多いですよね。で、下の方に麹とかご飯が、あ、だいぶ、うん、シュワしてますね。で、これはちょっと味見してみます。もう、あ、もう完全にお酒ですね、うん。で、これね、最初仕込んだ時に1週間ぐらい、2月の半ばで寒かったので、冷蔵庫に入れないで常温に置いておいたんですけど、うん、やっぱりちょっと温度が高いと酸っぱくなりがちなのかな。ちょっと酸っぱいかもしれないです。では最後に去年の11月に仕込んだ。でもうこれは完全に上澄みがねできてて、5ヶ月経ってるのでだいぶ熟成してますけど、混ぜて、これはもうシュワシュワはしませんね。お酒です、うん、お酒です。でもなんかね、フルーティーなお酒、うん、本当にお酒ですで、麹はこれ何かっていうと、さっきも出てきた神崎町の鈴木麹店の麹で、父がいつもねそこの麹を使っているので、同じ麹で父と一緒に仕込んだものです。で、これどれが一番美味しいっていうのはやっぱり好みがあるので、辛いのがね、辛口が好きな人もいるし甘口が好きな人もいるので、どれが一番っていうのはね言えないんですけど、それぞれ、うん、美味しいです。ではおまけで、この遠藤酒造さんのドムロク渓流活性濁り酒っていうのを飲んでみたいと思いますけど、これ、ここに書いてあるように
上澄みともろみが均一になるように数回振ります。下の方がねちょっとほら溜まってるからあんまり振っちゃうと怖いけど、ちょっとね混ぜて。そうどぶろくってあの上澄みだけを飲む人もいるし、こう混ぜてドロッとした感じが好きな人もいるし、まあ、飲み方は自由なんですけど。で次、キャップをほんの少し緩めてガスを出します。ちょっと怖いね。どうでしょう。シュシュってる。大丈夫、大丈夫っぽい。あ、大丈夫だった。面が上がってきたらもう一度キャップをしっかり閉めます。泡が落ち着くまで待ちます。でも大丈夫そう。吹き出し注意って書いてあるけど大丈夫そうなので、あ、でもちょっと泡してますね。もう一回ちょっとやっ、あ、ここにね溜まってるからね、ここにね、これを混ぜようっていう話ね。だいたい混ざればいいよね。早く飲みたいからはい、大丈夫そう。シュワシュワしてる。飲んでみますね、はい、ではこのどぶろく飲んでみたいと思います。ドロドロしてる、酒ですね。美味しい、うん、甘くてシュワシュワで、うん、なんかジュースみたいですけど、アルコール度数は16度。危険ですね、これ飲みすぎちゃうかもしれない。美味しいです、うん、こんな感じで、ドブロクってねなんか面白いよね。日本人がいつからこうやってお酒を作り始めたかっていうと、多分もう遡ったら縄文時代とかに行っちゃうんだろうけど、まあ、米をね作り出してから縄文時代の本当に終わりの方くらいからお米でお酒が作れるってなって、ずっとずっとそう作ってきてると思うんですけど、うん、このどぶろくのそうレシピは奈良時代のがにどぶろくの発祥って言われてて、なんかこのどぶろくを作ろうってこんな本なんですけど、この方のね本にも載ったり、してて、もうねあ聞いてきた。どぶろく全国各地で作ってる方いると思うんですけど、うん、とにかく、どぶろく作りは楽しいです、うん、お米があればできちゃうからね、麹とご飯と水なので本当に手軽で、こんなね小さい瓶の中が醸造所になってるわけですよ。なんか面白いよね、うん、それで酵母菌が生きてる、あ、麹菌が生きてるからね、飲むと元気になる。お酒は百薬の長って言われるゆえんですよね、本当に、うん、お酒作りってやっぱり工業的に作っちゃうと添加物加えたり、ね、もちろん火入れしてしなきゃ売れないので、私たちが普通に買ってるお酒っていうのは、うん、ちょっと残念な感じになっちゃってるんですけど、まあ、中にはこういうのを売ってるので、よかったら試してみてください、まあ、あんまり今日はどぶろくのことを、語るのはこのぐらいにしておきますけど、まあ、もし興味がある方は、コメントとかもらえたら嬉しいです、ありがとうございました。